太陽チャンネル。はい、そうじゃ、太陽チャンネルです。はい、太陽チャンネルです。はい。はい、ありがとうございます。ということで、激しいな。ということで、今日は、はい、こちらのネリキャンランドをやりたいと思います。で、今日はね、ただ作るだけじゃ面白くないんで、家族でネリキャンランド勝負をやりたいと思います。どれがすごいか。そう、誰がすごいのか。ネリキャンランドっていうのは中にねキャンディーが入っていて、そちらを粘土みたいにあのキャラクターを作ったりだとかして最終的には食べちゃうっていうね、チーク菓子となってます。これね3人とも大好きなんでね、じゃあ早速勝負していきたいと思います。でチーム戦で行います。個別でやるとね大変なんで、太陽まず1人、翼とお父さんで1チーム、ランちゃんとお母さんで1チームね、合計3チームで競います。で作る作品は自由、で最終的には視聴者の皆さんにどの作品がいいのか、ね、選んでもらいたいと思います。それでは行ってみよう。じゃあ行きます。開けてください。まず開けよう。でね、タイはまず1箱ね、馬車チームとランちゃんチームは2箱ずつね、2人いるから。中身こんな感じ、可愛いんだよね結構。イエーイ、いったー。トッピング、中身はトッピングとソフトキャンディー5色伸ばし棒になってます。じゃあね、こちらをいろいろ駆使して、はい、作品作ってください。おう、ちなみにキャンディーをね2色混ぜると、違う色が作れたりできるみたいですね。例えばこの青と黄色を混ぜると緑になるそうです。いいリアクションだ。なんか急に弱気になってるな。ちょっと待ってよ、これお父さんの。なんちゃんできた？太陽どうだよ。見て。お母さんの作品、じゃあお見せします。はい、じゃん
はい、ランちゃんとお母さんの作品。これはケーキ、これがメロンパン、うん、メロンパン、これがアイスキャンディ、アイスキャンディ、ペロペロで、問題のこちらですね。これランちゃん作品で、岩ですか、これ。最高の岩です。はい、ちょっと口に入れて、うん、ちょっと溶けはあの、わざとだよね、これは。わざと。次は、わざとお父さんチーム発表します。はい、お父さんと翼チーム、右から、これは何ですか、翼さん。ヘビ。そう、これヘビで、この白いのは何。お、パンダ。これ翼が作ったパンダで、これはお、ハンバーグ、ハンバーガーだね。はい、で、お父さんはね、こちら飛行機に乗ったパンダ。ちょっと本気で作っちゃいましたね、これ。結構、はい、こんな感じで、あとは余ったので車ですね。はい、以上、翼とお父さんチームでした。はい、次は僕に、はい、出してください。はい、太陽の作品です。ちなみにね、太陽は結構色をね、混ぜて新色たくさん作ったんだよね。紫、うん、そう、紫とか、あと茶色とかね、緑と全部作ったんだよね、太陽が。すごい。で、ちなみに、はい、こちらは何ですか。ぶどう。ぶどう、ハンバーガー。ちゃんとね、あの、サンドされてんだよ、太陽の作品でした。はい、ということでね、今回はネリキャンランドで家族勝負してみました。オープニングでも言った通り、皆さんの評価はね、誰が一番良かったのかコメント欄によろしくお願いします。ということで、今日の太陽チャンネルはここまでです。バイバーイ。みんなもやってね。食べちゃうの、食べちゃうの、やめて。それ何ですか。車。それも食べちゃうの、うん。